ガリー・アンドリュース・ピードンベは、ウェールズ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。プレミアリーグで、長年プレーした。2010年に引退後、シェフィールド・ユナイテッドでコーチを務めた。2010から2011シーズン途中には、ケビン・ブラックウェル監督が解雇されたため、3年契約で、公認監督に就任した。 2010年12月24日、シェフィールドユナイテッド監督を任期途中で退任し、ウェールズ代表監督に就任した。2011年11月27日、イングランド北西部のチェシャーの自宅で医師しているところを発見された。42歳没。2012年1月、ウォリントンで行われた、検視法廷において死因は首吊りによるものと、 断定されたものの、検視官は、意図的なのか偶然なのかを判断するのに、十分な証拠がないとし、ガリースピードが首にケーブルを巻きつけた状態で自宅のガレージの階段に座って、うとうとしたのではないかとコメントした。同法廷では、妻のルイーズが死去の4日前に携帯電話のテキストメッセージで、ガリースピードが自ら命を絶つと話題にしたものの、 その後思いとどまったと語った上で、死の前日の11月26日に二人でディナーパーティーから帰宅した際に、夫婦間で口論があり、その口頭を冷やそうと一人でドライブに出かけたルイーズは、深夜1時半頃に家に入ろうとしたら、入れなかったと説明した。帰宅した際に家の中に入ることができず、ガリースピードとも連絡がつかなかったため、車の中で一夜を過ごし、 翌朝午前6時に目を覚ましたルイーズは、ガレージの窓から、スピードの姿を発見し通報した、と証言した。またウェールズ代表のチームドクターは、スピードに、ストレスや、うつの兆候はなかったと審問で、証言、2010年までスピードが監督を務めた、シェフィールドユナイテッドの医療スタッフも、指揮を取っていた間に、精神的な問題はなかったとしている。 ありがとうございます。